ジョージ・ストラスは、スコットランド出身のプロゴルファー、ゴルフコース設計家で、19世紀後半から20世紀前半にかけて活動した。スコットランドファイフのセント・アンドリュースで生まれた。若い頃は、セント・アンドリュースでオールド・トム・モリスのゴルフ道具を運ぶ、キャディをしていた。ストラスは1878年に、プレストウィックで開催された全英オープンで14位になり、 1881年にスコットランドのロイヤルトルーンゴルフクラブ専属の初めてのクラブプロとなった。1883年6月にロイヤルトルーンを12ホールに増設回収するにあたり、指導的役割を演じ、1885年にはさらに6ホール増設して18ホールのゴルフコースを完成させた。兄弟のデイビー・ストラスも素晴らしいゴルファーであり、 全英オープンにおいて10位以内に7回も入賞している。もう一人の兄弟であるアンドリューは1865年の全英オープンに優勝している。ジョージには3人の兄弟がいたが、最後の一人はプロゴルファーではなかった。イルクリーゴルフクラブのグリーンキーパーとその装備。左端はトムバードン。1843年10月1日、父アレクサンダーストラスト。 母スーザン・ストラスの間に生まれた。1868年12月31日には、セントアンドリュースで、クリスチーナ・ロナルドと結婚。少なくとも一人の子供を設け、スーザンという名前だった。結婚当時は、船大工を職業としていたがすぐにゴルフを始めた。プロとして最初についたのが、グラスゴーゴルフクラブで、良好なコースコンディション。 特に素晴らしいパッティンググリーンを実現して有名になった。その後イングランド北方のサウスポートオールドリンクス2 8 8 8年から92年まで所属した。1894年から95年にかけてはノースマンチェスターに所属した。ウェストライディング・オブ・ヨークシャーで最も歴史があり、またヨークシャーでは3番目に古いイルクレー・ゴルフクラブの設計の補佐をした。 1890年6月にアルフレッド・ポッターとベンハーストのリクエストでロンバルズ・ムーアに9ホールのゴルフコースを建設した。このオリジナルの9ホールコースの建設場所に関してロイヤル・トルーンを離れサウスポート・オールド・リンクスのクラブプロをしていたストラスが助言を行った。サウスポートの後グロスタシャーのスティンチコームの クラブプロとして1893年から翌94年にかけて所属した。優れたゴルフクラブ製造者でもあり、美しいロングノーズのウッドを製作した。1887年にトルーンを離れる際には、ウィリー・ファーニーにそのクラブプロ職を引き継ぎ、ファーニーはその後37年にわたってこれを務め上げた。 ファーニーもセントアンドリュース出身の同居者で1883年の全英オープンに優勝している。ストラスと妻のクリスチーナはリバプールから RMS ワンブリア号に乗り1895年の9月28日にニューヨーク港に着いた。クリスチーナは病気がちで回復のためには気候の違うところに引っ越すのが良いと医師に勧められたためだった。米国で 初めて出場した大会は1896年にニューヨーク州のシネコックヒルズゴルフクラブで開催された全米オープンだった。ここで彼は首位から大差の22位体の成績だった。米国に到着してからストラスはトーナメント賞金で稼ぐゴルファーになることを優先にせず、米国では先達者がいないグリーンキーパーやインストラクターといった職に就くことで、 ゴルフのビジネス面に重点を置いた。1895年後半にブルックリンのダイカーメドークラブの設計を行った。クラブプロにジョージローが就任したことを受け1897年にはダイカーメドーを離れシェルターアイランドのプロになった。1901年には短期間ながらコネチカットのダリエにあるウィーバーンクラブでも働いた。このウィーバーン時代には チャールズ・ H.C. リーなどにゴルフの指導をした。1909年にはイースタンプロゴルフ協会の会長に指名された。また、ウィーバーン時代には1901年と2年の全米女子アマチャンピオンであるジュヌビエーブ・ヘッカーのインストラクターも務めた。ウィーバーンの後はコネチカット州スタンフォードのヒランデールゴルフクラブに移動。その後ブルックリンのクレセントアスレチッククラブの設計を 依頼され、完成後1918年まで、ここに所属した。1919年1月21日、ニューヨークシティで、心臓病のため76歳で死亡。ありがとうございます。